セミファイナル第16組目は、滋賀大学よさこいサークルもみじさんです。今年結成5年目の滋賀大学よさこいサークルもみじです。今年のテーマは先人です。工夫を重ね制作してきました。学生チームらしく、元気と笑顔で見てくださるお客さんを楽しませたいと思います。よろしくお願いします。それでは、滋賀大学よさこいサークルもみじさんです。どうぞ。さあ、もみじ、元気だこんにちは、滋賀大学よさこいサークルもみじです。今年のテーマは色。身近にある大切なものを物語に表現します。踊りと精一杯踊りますので、温かい手拍子、足拍子、心拍子のほど、よろしくお願いします。それではもう参ります。エフレが紡ぐ物語。さあ、始めよう。Yeah!
それでは見てくださったお客様に最高の笑顔で礼。Oh, thank you.